ねえ、ごめん、ちょっとごめんね、切れちゃった？充電さしてなかった、ごめんね、切れちゃったよね、ごめんね。やばい、今日本当にこれ読み終わってから終わりたい。泣きそうだわ。あー幸せ。ハッピーツリーね、ハッピーツリー揃ったね、嬉しい。ハッピーツリーまた会おうや、ハッピーツリーで。ほんまに会いたい。なおちゃんはカノンに返事、うちね、え、書いたよね、カノンちゃん。え、これで書いてなかったらうちやばくない？え、書いた書いた、うちね手紙交換とか結構したよね。誕生日の時とかお手紙を渡したりしとった。これもある。あー落ちた。もうやばくない？鬼ほどあるよ。幸せ。うん、嬉しい。ハッピーツリー懐かしいよね。久しぶりに言ったもん、うちもハッピーツリーって。この中にも手紙がたくさん入っとってさ、すごいね、量がやばい。なおちゃんはかのんちゃんに手紙書いたよ。みんな聞くね、お手紙書いたよ、かのんちゃんに。うちの語彙力のない言葉で、ごめんな。5時とかあったでしょ絶対、うちの手紙。え、これ昔のお友達、昔っていうか小学校の友達。なおちゃんに手紙書こうかな。待ってる手紙。うちこうやって手紙ね、もうもらったら全部この中にちゃんと全部宝物にしてるんで、本当に大事だもん。だってもううちさ、後輩からさ藤井へってやばくない？後輩、まあうちのめっちゃ仲いいあのダンスの友達なんですけど、藤井へってやばくない？先輩に藤井へっているか、そんな子。もうマジラブ。これは中学校の子かな。どこだっけ。あ、ママニョン、ハロー、ただいま。ママの、ママのんだって。あのね、さっきかのんちゃんママからのお手紙もね発見したけんね、読んではないけどね、入れた中に。すごいんだよ。あ、これもかのんちゃん、なんかめちゃめちゃある。これもかのんちゃんです。やっぱね、もう6、7年おったら手紙なんてねたくさんね溜まってくるんですよ。あ、これは、あ、これはうちが東京に来てから郵便で送ってくれたやつです。手紙交換もしたね、かのんちゃん。あ、かのんちゃん、これも一緒に送られてきたやつ。 I love you。 これはね、年賀状、じゅんさとさんからいただいたものです。あ、これ奥本ひなのんからもらった。カノンはなんて書いてたの？え、カノンちゃん感動することが、なんかもういろいろ書いてた。なんかもういろいろね、手紙がありすぎてね、もうなんかすごい。これもじゃあ、これなんだろう、これなんだろう。あ、これもお手紙だ。これ中さんからのお手紙です。中さん、めっちゃ前のやんこれ。そして私は何の手紙を、あ、後で読むわ。じゃあ読むって軽く読みたい。藤井奈央ちゃんへって書いてある。誰？浅見奈美さんからの手紙だ。すごいたくさんある。あ、ゆっぺんさんからの年賀状もありますね。あ、高一さんからかな、ね、あれもある。嬉しい。お、べーちゃんさんが、土偶さん来ましたね。土偶さんありがとうございます。これなんだろう。あ、これも中さんからの手紙だ。やっほー、土偶さん。家に何枚かあると思う。あるよね、大切にしといて。うちもこうやって全部残してる。もう大好き、本当に。やばい、この中にも手紙がたっぷりある。次のスプラ配信でなおちゃんからの手紙読んで。やだ、読まんで。かのんちゃんやめて、スプラ配信では読まんで、個人配信で読んでや。さすがにスプラ配信で読んだらさ、なんでってなるじゃろ。ファンからのお手紙も、うん、残してるよ。ファンの皆さんからの、この中に全部入ってます。他にもこっちにあるかもしれんけど、ここに一応入れてます、全部。もう大切、宝物だから全部。お手紙はアンナちゃんと
レナピョン、レナピョンにしか出したことない。そうなんだ。レナピョンって誰だろう。レナピョン、うちの友達にレナって子がいる。かわいいな、みんなこうやってなんかしょうもないことでもさ手紙にしてくる。藤井直子とかさ、すごいなんかしょうもなくない？友達が授業中に書いてくれたやつ、これも友達。やばいな、本当に嬉しい。やばい、もう本当にこの手紙って本当にさもう一生残るからさ、もう最高だよね、本当に嬉しい。私待って今何時？8時23分、早いな。なんかさ、あの今はさ、なんかそう連絡取れてない子でもさ、こう手紙とかさ見たら思い出すよね、ちゃんと。なんかこれ全部同じ子だった。待って、かのんちゃんママからの手紙読みたい。これレナ。なんかもう本当にいいね、お手紙って。お手紙が本当に一番嬉しいよ。かのんちゃん、これはきょうちゃん、きょうちゃん、みやちゃん。やばい、めっちゃあるやん。これもね、小学生の頃の友達からもらったやつです。やばいね、もうだって小学生っぽいもんね、こんなんとかさ、こんなんとか。あ、でもこれは、もうこれが意外に可愛い。待ってね、かのんちゃんママからの、どこやったっけ、かのんちゃんママからのやつ。どれに入っとったっけ、忘れた。これだったっけ。あー、当たらんかった、当たらんかったわ。当たった、2発目で当たった、天才。かのんちゃんママからのお手紙はね、いつもらったっけこれ。なおえ、今朝は運命だったね。なおがアクターズからおらんになったらすごい寂しくなるよ。でもなおの夢はこれ、夢をこれからもずっと応援してるからね。それだけの力があれば東京でもどこでも大丈夫。たまにはカノンにも連絡してやってね。そして遊びに行くから止めてね、止めて止めて、とと止めてあげるよ。噛んだ。泊まりに来てよ、ほんまに引っ越したけんさ、泊まりに来てほしい。今から楽しみ、帰ってくるときは絶対に連絡するんよ、遊ぼうや。あ、間違えた。カノンも広島でスプラッシュとしても個人としても頑張ると思うけん、なおも一人で心細かったりすると思うけど頑張ってね。何かあったら力になるからね。アクターズ卒業おめでとう。そして行ってらっしゃい。また絶対会おうね。泣きそうになる。なんかさ、行ってらっしゃいって言われたらさ、泣きそうになるよね、本当に。あー、やば、泣きそうになる、本当にダメだわ。カノンママより、もううちカノンちゃんママの字本当に好きなの。はあ、ダメだ、泣きそうになっちゃうよ、涙もろいな。最高、サイアンドコー。これはね、ピアノの、ピアノ教室でなんかよく会ってたちっちゃい子、小学生の子が、なおちゃんはいって渡してくれた金の折り鶴です。これも大切に取ってあるのよ、大好きよ、本当に。こんな感じですね、お手紙の量は。すごくない？だってさ、見て、全部にしたらさ、こんなにある。やべえな、これ。普通にやべえよ。ああ、思い出したね、ちゃんと。いい思い出ですよ、本当に全部が。幸せ。ありがとう、みんな。大切にしまっておきます。よし、あー、宝物、待って、あ、手が。この宝物たちがなおちゃんの背中を押してくれてる、そう、押してくれてるんですよ。ちさ、前なんかの、なんか大事な時の前にこの手紙を読んで、もうかのんちゃんとゆうなの手紙を読んで涙が止まらんかったんですよ。ほんまにやばい。そんな感じ。本当に大切なもの、これ宝物、本当に。でもこれがもう宝物の箱、カタカチャッペッペ、宝物箱ですよ、本当に。だって鍵も入ってあるもん。だから本当に宝物なんですよ。
レナピョンは NMB の、ああ川上レナちゃん、なんか前言ってたね、なんかお手紙毎日書いてたの懐かしい。そうなの、うちも毎日、ほとんど毎日書いてた。中学校の頃とかさ、なんかもうクラスの友達に休憩時間に書いておふざけで渡したりしてました。懐かしいです。りょうちゃん、ちひろちゃんへの手紙に読み終わったら捨てていいけんねって、なんで書いてしまう、やば、そんな書いちゃダメだよ。でもそんなこと言われても捨てんはずないよ、絶対捨ててないと思うよ、ちぃは。じゃけどね、書いちゃダメよ、書いちゃダメ、書いちゃダメ。まず書きたくなるのはわかるかも、自分の語彙力がないから。私はママにょ行くって、早く来て、もうまたさ行こうや、遊ぼうや、みんなで前みたいに遊ぼう。テレの裏返しで多分書いたんだと思う。テレの裏返し、あーなるほどね、なるほどね、なるほどね、あーなるほど、まああるよねそういうの、わかるかも。でも素晴らしい、ベイちゃん素晴らしいでしょ、本当に素晴らしいよね、本当に最高だわ。んどうだっけ、こっちも泣きそうね、書いた本も泣きそうになるよね、こんなん。うちも泣きそうになったもん、本当に。よし、宝物。これさ、この宝物箱さ、あれなんですよね、なんかちっちゃい頃、小学生の頃かなに、なんかネイルアートみたいな、んてネイルのなんかあって、なんかおもちゃじゃないけど、なんか自分の爪になんかシールとか貼れるやつ、なんかそれにハマっとったらしくって、もうそれが入っとった箱なんですけど、その入れ物に入れるっていうのもどうかと思うけど、でもなんか可愛い、チャチいけど可愛い、もうなんかプリキュアみたい。それに入れてる。足が痛い。カノンちゃんとカノンちゃんママ素晴らしいお手紙だ、本当だよ、また送るよ、待ってる、うちも送るよ。住所また教えて、忘れた、てか LINE トーク消えちゃったから忘れたもどうもないよな。 D クラスライブにお手紙書こうかな、どうし、課金さいや、課金さい、課金さい、ほんまに書いた方がいいよ、お手紙って本当に嬉しいから、マジで。たくさん入ってる、何がたくさん入ってる、あ、これ、え、もうさ、でももうさ、またさ、お手紙もうこれからもらった時さ、もうなんかギリ入らん気がするのよな、どうしようかな。このこれカラオケバトルはちょっと別のとこに移動させたら入るけど、まあそんな感じ。懐かしいですね、はあ、なんか他に懐かしいもんないかな、もうないんだよな懐かしいもんって別に。懐かしいもんないよな別に、教科書ないわ。そんな感じですね、私の懐かしい思い出は。アンナちゃんはダイソーの大きめのボックスをお手紙入れにして、いいね。でも、あ、そういう、でもこれがもしパンパンになったらうちもそうしようかな。でもそんな大きいものをうちどこに置くんって感じ。うん、見て、NMB さん、やばくない？幸せ、これテレビのとこにね全部飾ってあるんですよ。乃木坂さんもある。さや姉さんのもある。やばい。超いろいろありますね。なんか嬉しいね、なんかいいね、幸せ。何時までする、かのちゃん。でも8時31分だね、8時40分ぐらいまでします。40分までします。カラオケバトル新規です。新規、カラオケバトル新規、どういうことだ。カラオケバトル、ザ・カラオケバトル、懐かしい。夏みNow 8時31分ね、もう30、早いな今日時間経つの、本当にいいな。ナンバー推しには羨ましい、本当に羨ましい、イエーイ、羨ましいだろう。そこにスプラも、え、スプラの CD 持ってないんだよね、結局あの時さ、え、持ってないよね、しかも持ってないな。乃木坂さんしかない、これなんかね
ファンの方にいただいたやつもどれかあった気がする。どれだっけ、忘れた。あ、これアクターズかな、どっかアクターズでもなんかね時々もらったよね、カノンちゃん。めっちゃいろいろある。いやー本当にいいね、楽しい楽しい、いいね。なんか懐かしいもんないかな、他に。ないわ今日は。あ、待って、よし、宣伝もしなきゃいけないから今日は何時、何時じゃない、6月10日やね、もう今日。吉本坂46の4次審査の一般投票が今日まで、今日の23時59分まであるんですけど、その投票を今見ているあなた、あの一票でいいので投票してくださったら嬉しいです。あの本当にもう4次審査までねやっと来て、もうここでね落ちたくはないので、次の審査に行きたいので、よかったらね公式ホームページからポチッと一票よろしくお願いします。お友達とか家族とかにも拡散お願いします。本当に本当にお願いします。で、次の予定を言いたいと思います。次は6月の13日水曜日に配信ができれば配信したいと思います。ボイトレがあるから、うーん、多分間に合うと思うけど配信します。あとは、あ、順位の発表しますね。順位の発表をします。上の段、はい、13位はしんさん、ありがとうございます。しんさん。12位はスマイルさん、ありがとうございます。11位はえみさん、えみさん、ママじゃない、えみさん、ありがとうございます。10位はゆうさん、ありがとうございます。9位はママ、ありがとう。8位はちひろさん、ありがとうございます。7位はかのんちゃん、ありがとうございます、ありがとう。6位はマリウスさん、ありがとうございます。5位はとしさん、ありがとうございます。4位はひとみちゃん、ありがとうございます、ありがとう。ひとみちゃん、鼻かゆい。はい、第3位はコルトさん、ありがとうございます。第2位は誰だ、コメントで見えない、あ、べーちゃんさん。お、とぐーさん勝ちました、ありがとうございます。そして第1位は安定のトゥルルルルルポーン、落ち武者さんです、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、本当にありがとう。いつも通りのね感じですね、順位はもうなんか安定してきてる、この順位が。ありがとう。あ、ちょっと待って、画面がずれた。うちが送るつもりでいたから待ってて、嬉しい、持ってんのそれ。待ってますわ、待ってる待ってる。え、見たい、それ。なんかそれ CD かな、でも CD 聞くやつもちゃんとある。ちゃんと今日も投票してありがとう、ちひろさん、ありがとうございます。本当にありがとう、もう本当にありがとうしかない。本当にあの、もうこの1週間もう毎日投票してくださった方、もう1票でもいいので投票してくださった方、本当にありがとうございました。もうね、3次審査の時もね一般投票で、また4次審査も一般投票かみたいな感じになったと思うんですけど、もうね計合計2週間もね投票してくれたってことで、本当に忙しい中ありがとうございました。もうね、皆さんのおかげでこの4次審査にも進めたし、皆さんのおかげで今のね、あの89位かなね、残れてるので、この調子で今日のね最後まで順位がちょっとでも上に行けたら嬉しいんですけど、でも本当に皆さんのおかげなので本当にありがとうございました。このね約合計2週間本当にありがとうございました。また次の審査ね行けたら絶対にもうほんまに頑張るので、もう多分一般投票はもうないでしょう。だから本当にもう自分とのね戦いになると思うので頑張ります。ありがとう、本当に。目標すべて投票したよ、通過できますように。べーちゃんさん本当にありがとうございます。もう本当にツイートとかね拡散とかもしてくれて本当にありがとうございます。 YouTube も上げてくれてありがとうございます。ありがとう。なおちゃんブログ読んでるからね、ありがとう。ブログも読んでくれてる方ありがとうございます。また更新したいと思います。
コメント返しはしてないけど、ごめんね、大丈夫。もう見てくれるだけでも大丈夫です。ありがとう、本当にありがとう。ベイちゃんさん、はい、2位、ありがとうね、2位、おめでとう。ゆうさん、ゆうさん、カエルちゃんが今日は10位だね。ありがとう、でも本当に嬉しい。CD か、OK、CD 聴けるよ。ラジカセ持ってきたけん。天才。コルトさん、なんか幸せそうな顔文字ですね。カノンちゃん、お疲れ、ありがとう。また見るね、バイバイ。ありがとうね、カノンちゃん。また見に来て。ありがとう。夕方にも個人で拡散してみんな投票した。あー、羨ましいじゃない。嬉しい、ありがとう。羨ましいじゃない。ありがとう。ママにはありがとうね。みんなで応援しとるけんね。ありがとう。本当にありがとう。ありがとうってお伝えくださいませ。本当にありがとう。嬉しいです。りょうちゃん、壇上に上がったことの。そうなの？コメントはまあまあしてる自負って読むな。あり。でもコメントはめっちゃしてくれてるよね。上がったことないかいな。なんかもうね、みんな手ごわいよな。手ごわい手ごわい。土偶め、また写真撮ってよ。また写真撮って、コメントに貼り付けどうぞ。あれ見たらね、もうね、もうどんな時でもね、元気が出るよ。面白い。16、モデルでお願いします。モデルでどういうこと？どういうことだ、16。べーちゃんさん。16日？ん？あ、違う。16？ あ、どういうことだ、わかんない。おつにゃまたにゃ、いい結果期待してるの。本当に本当に、おちむしゃさんも本当にありがとうね。もうほんまにありがとうございます。あと、ギフトねくれてありがとう。おちむしゃさんがひよペンギンくれました。ありがとうございます。ママいいね、ありがとう。あとりゅうさんもハートありがとうございました。本当にありがとう。星投げもコメントもありがとうね。本当に嬉しいです。暑くなってくるし体調管理には注意してね。はい、ありがとうございます。りょうちゃん、私も気をつけるし、皆さんも気をつけましょうね。本当に体調だけはもう元気でいたいのでね、本当に頑張りましょう。みんなでサッカーじゃないけど体調管理もプロとして大事。そうですね、本当だよ。もうジンマシンにならないように気をつけます。なおちゃんのことずっと応援してる。ちいろさん、ありがとう。本当にありがとうね。もう親子ともども、親子ともども親子で応援してくれて本当にありがとうございます。またね、ショールーム見に来てね。ありがとう。サンフレユニの2016年モデルってこと？あ、そういうこと。16モデルでお願いします。お、そんなんがあるの。サンフレのユニフォーム持ってない。お兄ちゃんが持ってる。りょうちゃん、なおちゃん、配信お疲れ様。楽しかったよ。ありがとう。楽しかったね。500人突破しました。ありがとうございます。それではもう8時40分ちょうどなりました。終わりたいと思います。ちいろさん、おつなおありがとう。かわいい顔文字が、ありがとうね。本当に皆さん、1週間投票してくれてありがとうございました。今日のね、23時59分まで吉本坂46の投票が1票できるので、もうした方がほとんどだと思うんですけど、よろしくお願いします。あ、ゆうな、やりよるで、ありがとうね。ゆうな、本当にありがとう。ありがとう。お疲れ様、バイバイ。べーちゃんさん、ありがとう。審査結果のツイート楽しみにしてるよ。バイバイ。ありがとうね、本当に。またツイートするね、いろいろ。ありがとう、本当に一緒に頑張ってくれてありがとうございました。またね、これからも一緒に頑張っていきましょう。本当に頑張ろう、みんなで。もうね、ニコイチだから。ニコイチ、みなイチ、みなイチ、よくわかんない、何を言いたいのかわかんないけど、まあとりあえず本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。もういい結果を祈りましょう。うちも祈っときます。ありがとうございました。また配信見に来てください。お事務所さん、なおちゃんもお疲れ、ありがとう。本当にありがとうございます。もう感謝しかないです。ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。ゆうさん、お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうね、見に来てくれて。あと昨日のカラオケ配信も見に来てくれてありがとうございました。またね、カラオケ配信、まあ、生歌配信またしたいと思うので、ぜひその時はまた見に来てください。またね。一心同体、同体って読むの、少女体。そうですよ、もう皆さんがいての私ですから、本当に。はい、結果出たら、はい、あ、結果出たらね、そうですね、配信、そうね、終わって結果出てすぐ配信できたらしたいな。でもしかしたら昼とかに出るかもしれんけ、学校の時もあるかも。まあ、でもなるべく早く配信はしますので、
その時はぜひ見に来てください。楽しみ、ありがとね、本当にありがとう。みんな終わります。ありがとう、本当にありがとう。また配信見に来てください。バイバイ、ありがとう。終わるね、バイバイ。3、2、1、バイバイ、ありがとう。